はい、皆さんこんにちは、ときまるです。今日ね、旅のパッキングしていきます。今ね、出発もうね10分前、はい、10分前です。1泊2日の旅のパッキング、それでは参りましょう。はい、パッキングしていきます。ごめんね、汚くてごめんね、汚くてごめんね。はい、こんな感じです。でね、もう本当にね、10分、リアル10分前なんでね、今日新幹線です。はい、詰めていきます。で、まずね、まあ、ちょっと細々としたものの紹介っていうのはあれだね。うん、もう大体してると思う。まあ、日焼け止め。うん、歯磨き粉。うん、歯ブラシセットみたいなもの。あと、フロスね。で、耳栓。これ重要です。耳栓入れて。で、まあ、ちょっとサプリと、で、このバッグの中には、うん、山道バッグ、山道ポーチか、キットと、まあ、薬とかサプリとかある。で、モバイルバッテリーね、これね。うん、で、あと、まあ、あとは日常から持ち歩いてるこういうね、まあ、印鑑と、うん、アダプターかな。これも、まあ、いらないんだけど、このバッテリーのこれがあればね。そういうものが入ってますと。で、これに、もう、全部入れちゃう。で、あとはね、これは三脚です。撮影用の。撮影用の三脚とカメラは、もう割と、すぐ取り出しやすいようなところにね、置きます。で、ケーブルはこっちだね。なるべくまとめちゃうっていうかね。うん。まとめちゃう感じですよね。はい。で、あとは、うん。これは、この辺は、うん、一応財布と、目薬と、あと、バッテリーの替えですね。うん。カメラのバッテリーの替え。で、衣類が、ここにあるやつ。ドライウール T シャツ、ドライブレンド T シャツ、替え用の T シャツ1枚と、あと、ショーツですね。うん、ちょっと寝るとき用ショーツ。で、ちょっとね、今回、出先のエリアが雨、降りそうな感じで、で、ちょっとこう農業するんで、ちょっとカッパとしてね、これ持ってきます。もうね、暑いんで、日常的には着ないんですけど、うん。レインウェアとしてのジャケットを持ってきます。で、それから今読んでる本。まあ読み終わったんですけど、これ読書会。うん。今回読書会もちょっとあるんで、うん。読書会用の本ですね。千葉雅也さんのセンスの哲学。これ面白いです。すごい面白いです。写真とか動画とか、絵描いたり、うん。文章書いてる人たち。うん。どういう人にも役に立つと思いますね。この本、うん、センスというものはどういうものかっていうものを解説してる。はい。そんな感じ。アイテムはね。で、詰めてきます。で、こっからは、このハイパーライトの、17リットルのバッグに、うん、ちょっとね、撮影がしづらいんだけど、今、カメラ持ってこれやってるから。で、ね、まずね、衣類だね。衣類。この辺を、ザクッといきます。もうクッションにする感じで、もうザクッと全部今衣類を入れました。で、あとはこれね。この電子系が入ってる、うん、さっきのポーチと、洗面具みたいなもの、うん、を入れると。でね、あとね、まあ、本とかはね、まあでも本もこの中に、適当にちょっと一回突っ込みます。はい、本入れて、
で、あとはこのね、ちょっとポケットがいくつかあるので、ポケットにこういう細かなものを詰めていきます。はい、で、あとあれだね、今 AirPods 充電しているので、AirPods ですね。AirPods 結構重要ですね、移動中は。でね、この辺の三脚はもうね、ちょっとこの辺にこう突っ込む感じがします。まあ、すぐ取り出せるような感じでね。で、カメラもすぐ取り出せるような位置に入れておきます。まあ、ポケットに入れてもいいんだけどね。はい。で、あとはまあ充電していた AirPods とケーブル。AirPods は大体もうポケットに入れちゃってますね、いつもね。で、まあケーブルも。まあ、ケーブルは取り出す機械なんで、一応ね、まあこういうとこに。こんなとこに入れてるとね、どこに入れたかなってこう探したりするんですよね、結局ね。はい、以上。パッキング終了。はい、ということでパッキング終わりました。なかなかそんなに詰めてるとこ見せられなかったんですけど、ちょっと片手でやってたんでね。で、ちょっと急いでたんで。で、まあポイントとしてはまず衣類ですね。服とか、まあそういうものを着替え、必要なものを下の方に詰めると、一番最初に。で、それはもうクッションになるので、そのガジェットとかそういう電子機器を壊さないためにも、結構ガードにも役立ちます。なので、一番下の方にですね、衣類とかをバーッと詰め込んで、で、その上に、ポーチごと、まあ、ポーチとか袋にまとめた、電子機器類とか、あと、その洗面具系のね、道具とか、あと、本とかね、そういうものを入れます。で、基本的に撮影とかで使ったりとか、すぐに使いたいものに関しては、サイドポケットとか、この辺のフロントポケットを利用して入れてます。で、山旅と違って、まあ、ちょっと普通の街の旅の場合は、さっき衣類を、まあ、僕そのまま、裸で突っ込んでたと思うんですけど、大体そういうスタイルですね、最近は。で、昔はっていうか、よく衣類用のポーチとかにさ、まとめて、衣類は衣類で、ブロッキングして、入れてたこともあるんですけど、そのブロッキングすると、なんていうかな、結構こっちに偏っちゃったりとか、こっちに偏っちゃったりとかで、バランスがね、この中で作りづらくなるんですよ。なので、衣類はもうそのまま入れて、ここになんつうかな、このバックパックを、もう一つの袋だという考える。そういう考えですね。そうすることによって、そのブロックがこうね、ずれたりしない。ここにピタッと衣類が収まって、その上に荷物が入っていくっていう風なパッキングができます。これは結構登山でも有効ですね。やっぱりどっちかにこうバランスが偏ってると、それで、長時間歩く場合なんかは影響が出てくるので、そういう風にバランスを取っていくっていうのは結構大事です。で、もう一つそれができる条件っていうのは、このバッグそのものが防水になっているっていうことです。これDCF っていう素材なんですけど、こういうちょっと、ヨットのホロみたいな、まあ、DCF っていう素材になってるんですけど、もうこれ自体が雨を通さない、防水の素材になってます。はい。
なので、レインカバーが必要ない、バックカバーが必要ないバッグに一応なってます。なので、中身が濡れないので、その中身のものをさらに袋でガードするっていうのが、そんなに、神経質にならなくてもいいような感じです。まあ、そうすることによって、取り出しやすかったりとかですね。うん、さっき言ったようなそのバランスが取りやすかったりするので、そういうことに役立ってますね。はい、そんな感じで、クイックでしたけど、今日はパッキングについてご紹介してきました。はい、じゃあそれでは出発します。ありがとうございます。皆様も良い旅を。また次回帰ってきてから放送します。